やっぱりポニタ石井です。というわけで今回やってきましたポニタ石井の10番勝負、イエイ。今回ですね、半端じゃないゲストの方をお呼びしました。もうポケモン界のレジェンドと言ってもいいような超有名なこちらの方です。アバレル君、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヤコンです。ヤコンよろしくお願いします。お願いします。アバレル君といえば、ね、YouTube でね、はい、一応ポケカ開封やらせてもらってますので、はい、パワースポットでポケカ開封っていうのをやらせてもらってまして、この前ダウジングも取り入れましてですね。ダウジングの結果どうだったんですか？それはもう見てください。そうですね、リンクを、はい、ルイさんともね、趣味でやってるっていう、はい、そうですね、ルイ君とあの結構バトルしてますよ。いつか僕の話題出てくるかなと思って見てたけど一回も出てこなかったんで、はい、カットされたシーンも含めて出なかったですひどい結構あのさっき割と大きめのケースにデッキがたくさん入ってて。そうなんです。あ、ちょっと持ってきてもいいですか？はい、どうぞ。はい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 、はい、そうなんですよ。こういうデッキを持ってきてます。あー、まあ、すごいですね。はい、スターミーが入った。一応これソルガレオルナーラ、まあいいかでつけてスターミーで、はい、スターミー加速して加速してっていう。これ一応あのポニータさんの、はい、レシピからいただいております。あ、ありがとうございます、はい、これがレシラム&ゼクロム GX。 これアーゴヨンでバーッとつけて、はい、そのポニータさんのこれも真似してた。結構自分で構築してたなんか穴が多いんで、はいはい、本当ポニータさんのあれ参考にさせてもらってます、ね、はい、僕のやつも時々穴がある可能性があるかもしれませんけど、そう穴あるんですよマジでその時ばかりは本当にポニータって呼んでます、ね、あ、これがベルベルトですね。ベロベルト、ベロベロランブデッキですよ。ベロランブデッキですね。おぉ、そんなの持ってるんですか？はい、アルセウス。アルセウステレファルキが見ましたよ。いわゆるこれ、はい、三振デッキっていうんですかね。すげえすげえ、はい、まあ、これはこういう、こういう感じですね。改造パーツも持ち歩いてるんですね。ほら、そうですね、そうですね、いいですね。おぉ、めちゃくちゃいいですね。これがやりたかったんですよ。え、これを小学校の時。いや、アバレル君はてっきり仕事でポケカをやってるんじゃないかと思ってる方いらっしゃったかもしれないですけど、これを見たらもうそんな声出てこないですよね。まあ出てこないでしょう。間違いないです。別に言われたところでこっちは聞こえないんで関係ないですけど、はい、違うですよね。大丈夫ですか？そうなんです。オーガナイザーの免許を取得させていただきました。ポケカオーガナイザーの免許を取得させていただきました。やりましたね。いや、難しかったですね、問題が。素晴らしい。なんと私、大会を開くことができる。すごいですね、すごいですね、はい。お12月からやらせていただきます。いえ、もう来月じゃないですか。はい、11月29日にスターターセット V が登場するじゃないですか、はい、もちろん。私そこに焦点定めまして、おスターターデッキのみで戦う私のプレゼンツの大会を開くのです。おお、すげー。小学生以下でございます、参加できるのは。僕出られないんですね。そうなんですよ。残念だな。身長的には OK なんですけど。身長的には OK じゃないよ。あ、ごめんなさい。北は北海道、南は福岡まで。福岡まで。その大会名の正式名称、はい、勉強が好きな君も運動が好きな君も、ついでにお父さんもお母さんもどんなに初心者の君でもすぐに始められるポケカでとりあえず戦おうぜな。略してゼ。ゼですね。なるほどなるほど。略してゼ。はい、略してゼなんですね、はい、予選勝ち上がると東京での大会が開かれます。戦勝ち上がると東京の大会に決勝大会いける。はい、手ぶらでいいから。手ぶらでいいんだよ。その時に勝ってそのスターターデッキで勝負してもらいます。頼れるのは己の腕と頭脳のみ。ぜひ行こうぜ。ナイスね。早速じゃあ、よっしゃー、対戦を。よっしゃー、行きましょう。やるぞ。よっしゃー、見とけよ。おい、全国の小学生、俺の腕を確かめろ。よろしくお願いします。お願いします。バトルスタート。おー、やぶれた。どうします。こちらジェラチですよ。レシアマンドリザードン GX 出します。はい。炎はね、ヤバリル君もね、たくさん使ってますからね。そうなんですよ、炎はやっぱり使って。レシャスボール。おー、ウルトラレアじゃないですか。しかもウルトラレアです。キラッキラよ。レシアマンドリザードン GX を持ってきます。はい、エネルギーを。はい、やりします。うわー、します。何がいいですか？
はい、よいしょと、ね、そこですね、はい、5ですよ、5、はい、5円ね、よいしょと、1回いきます、ジラーチで苦い帽子まで使っていきます、うん、さあ、こっちは蝶と塔がさっき見られてますが、浮世の森、はい、いやー嬉しいなー、ポニーさんと対決。そうなんですよ、ママレル君と対決することを毎日のように夢に見てはいないですけど、本当にでも対決したかったです。ですよね、はい、スケボードつけて入れ替えます。よっしゃー、さらに願い星、うん、願い星で願いが叶ったと。叶いました、ジラーチの願い事ポケモン、ポケモン入れ替え、ママレル君とは、おお、時代の森、よっしゃー、アセロラプラスします、超エネルギー、オーラスカミモンある。なにー、超エネルギーをつけます、頑張ります、ポケモンチェック、ふい、ここでどうぞ、ありがとうございます、ドローします、はい、巨大なかまどに張り替えます、なるほど、アセロラを捨てます、巨大なかまど使います、ごめん、これでグズ待ってると結構泣いちゃうんですよね、2枚持ってきます、はい、入れてくれ、グズも入れてくれ、手張りします、うわ、後ろか、グズ、あポーロットさん呼んでください、これマジでやばい、2匹目出てきた、じゃあ行かせていただきます、はい、ゲッゲッゲッフッフッフッダブルグレイズ GX 激励かと思った、じゃあ3枚ですね、300メージで3枚ですね、ちょっとまずいぞこれ、こっちはまだ何か差出すけどね、1枚いきます、願い星、うん、とはいえこれは逆境をスタンプとかそういう系なんとか白だくれます、はい、逃げます、カットにします、はい、やばいやばいよやばいよ、逃げも使います、はい、いいや、ネストボール、そのまま使います、ネストボール、はい、ネストボールで、まあいいでしょう、マイカ、おー、はい、ガブリアス・ギラティナ GX、 ハチマキ、はい、つけます、白を使います、はい、ほい、よいしょー、頼むよ、トーエネルギーつけます、リセットスタンプ使います、わお、悔しいですね、で、こちらで番を終わります、ピロチェック、ほい、ここで、はい、どうぞ、はい、ドローします。はい。デレネジエ。うわ強い。デレチェンジ。何が誰も分からないんだ一体。が全然強い。うん。四、一、五、お、六と。はい。巨大な彼女で福井博士を捨てます。うん。やだな。やだな。これで寄せつことか言われたら本当にこう口からなんか出てくるかもしれない。マクガメス。お。寄せ。やだな。寄せつこ。やめてくれよ、ユスコ、それはきついんだ、3枚いきます、それはきついな、くそー、スタンプの返しに寄せつこをフルで決められるとは、そうですよね、フリアスターバイク、はい、230弱について 460 ダメージで亀裂です、はい、1枚どうぞ、1枚いきます、カラマネロに進化します、で、願い星使います、はい、大体願い星、エリカのモデラシ加えます、はい、かまどの効果でギラティナトラッシュ、はい、切ります、このエネルギーは持ってきません、はい、このエネルギー入ってるってことか、入ってないですよ、ただ結局引いたからです、エリカモデラシ使います、5枚引きますね、はい、ポケモンの数だけ引く、1、2、3、4、5、この5枚引くのは強い、ミステリートレジャーでネストボールをします、はい、カッピーテクル持ってきます、さらに時計の森出しておきます、かまど割ります、時計の森超ネットをします、で、超割ります、ギラティナの破れ扉使います、はい、レシアマンドリザードにダメ感を1個置いて、サイコリチャージ、はい、使いまして、さらに裏からエネルギーをつけます、はい、逃げます、
はい。切りますこれ。GX。開発の一匹とついている全部のカードをトラッシュする。はい。エシアの緑のトラッシュします。これですか。これです。うわー。ただ問題はバックダメージにエネルギーが2個ついてるんで、溶接工プラスハチマキで負けます。どうぞ。ドローします。はい。こちらにつけます。くだりハチマキ。はい。やばい。ハチマキついた。でとりあえず時はの森使います。はい。フーパ捨てます。なるほど。このエネルギーを、はい、1枚きます。はい。じゃあとりあえず手配します。はい。はい、デデンね。おお。デデチェンジ。いやちょっと勘弁してくれ。はい。溶接工のところを2枚でやばい。いい。こう。これで溶接工とね。はあ。まずいな。溶接工。おお。まあこうですね。なるほど、危なかった危なかった、マジで。あ、危なかったです。炎の結晶使います。はい、呼ばれました。ハズレも呼ばれました。あーあーくそー、爆噴射。はい、230です。はい、230。1枚引きます。エストボール、エスト持ってきません。はい、エネルギーつけます。サイコリチャージ使います。カラミティエッジで倒します。160プラス80ミリメージで倒します。はい、ほう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 、ドローします。はい、ネストボール、はい、入れます。これはミステリートレジャー使います。やばい、やばい気がする、これやばい気がする。ネストボールつけます。はい、カプテテフも行きます、はい、カプテテフ、はい、ワンダータッチ、はい、溶接庫、はい、行きます。やーい、これは来たか。はい、手張りします。はい、ビクティニ、おお、溶接庫、はい、行きます。ビクティニに2枚貼ります。はい、そして逃げます。はい、いやちょっと待ってくださいよ。え、それいいんですか、本当に。なんで驚いたな。あー、ちょっと待ってくださいよ。小田原八幡。それだけは勘弁してください。お願いまだ技打つか分かんないじゃないですか。確かに、はい、まだそんな技打つかどうかなんて決まったわけじゃないんだし。なんでトラッシュの方も数えてるんですか。そうですね、じゃあちょっ、じゃあ来ましょう。ちょ、僕が今からなんか、はい、面白いこと言ったらちょっと技打たないってことですか。ああ、ありですね。じゃあ行きますよ。ピカチュウが朝鏡を見たときにサトシの顔だったときのものまね行きます。ほー、ピカピ、技打ちます。インフィニティ2波190ダメージでラブイヤー倒れます。ということで2枚止めまして、私の勝利。イエーイ、イエーイ。はい、というわけでこちらがですね、アゴリル君が使いましたデシラマン&リザの実績です。炎デッキですけれど、ちゃんと最新版のね、メガネミロプが入っていたりとか、あとはもう、はい、GX よりフーパーと、うん、そうですよね、はい、最近だったらオーロとヨノワルも流行ってたりもしますから、はい、そこに弱点もつけて、はい、フーパー結構強いですよね、はい、自分のデッキの中でも一番勝つ確率が高いデッキはこれですね。なるほどなるほど。自分の体質っていうか、そういうの合ってるのかな。エネルギーをたくさんつけて、はい、ドーンみたいな感じで、そうですね、シンプルで勝つ強力ですよね。はい、嬉しいよー、マルくん、嬉しいよー、嬉しいドラ勝ったつべ、負け、立つの子、もう一回やりたい V リベンジマッチお願いします。わかりました、コブ。